はい、こんにちは、堺ギタースクールです。今回はですね、部分練習のお話です。部分練習、皆さんどのぐらい部分練習をやっているでしょうかっていうね、そんなお話なんですけど、部分練習ってね、結構大事じゃないですか。大事ですよね。もう僕も部分練習、もうしょっちゅうレッスンの中でも部分練習の大事さっていうのは結構まあ言うんですけど、でその部分練習をする、今回は部分練習どのぐらいの回数やってるかっていうね、そこについてちょっとお話ししたいかなと思います。で、部分練習って、例えばね、ちょっと大聖堂なんか、ちょっとこのここうまくいかないなって思った時に、こういってこういってとか、まあね、こう一部分だけをやると思うんですけど、その部分練習って結構ね、しっかり練習しようと思うと、もう例えばここの部分、いろんなね細かいところを意識して、こうきてこういうふうに動くんだよなっていう、その動きのね、細かい動きから何から結構意識しながら練習するんですけど、なんとなくね、ざっくりと部分練習しちゃってる人も、たまにいるんですよね。でそのざっくりっていうのは、こう部分練習が大事っていうのは分かってるんだけど、どこまでその部分練習にね集中して、フォーカスしてできるかっていうと、こうなんとなくね、何回かやったから OK 次行こうっていうふうになってる人もね、たまにいます。で僕の理想としては、部分練習、まあもうね絶対大丈夫っていうところは少なくてもいいっちゃいいんですけど、でも部分練習するところってやっぱり結構ね、弾きにくい箇所とか、まあちょっとミスしてしまう場所だったりするんで、こうまあ回数どうこうっていう話ではないんですけど、でもある程度の回数は絶対にね必要になってくるとは思うんですよ。で例えばその回数が、20回とか30回、人によっては20回っていうと、そんなにですかっていうね、まあ、結構驚く人もいます。僕の生徒さんの中でもレッスンとかでね、例えば、あちょっとここのゆっくり練習も含めてですけど、ここのポジション、ちょっとしたポジションチェンジで、ここと、ここと、みたいな。ちょっともう一回やりましょう。もう一回。そう、もう一回。もう一回みたいな、もう一回みたいに、ちょっとここ改善されてきた、じゃあちょっともう一回で、ここできたけどこっちの遅れが今気になる、ちょっともう一回みたいな感じで、こう部分練習ってね、繰り返し同じフレーズ、同じもう12345678910、もう音数で言うと9、10個ぐらいの音の並びなんだけど、ね、もう細かいところまで見るから、このスラーが綺麗にできてて、この指の移動が綺麗にできて
いて、この移動のタイミングもいいのかなとかチェックしながらやってると、もう20回30回ってすぐ経っちゃうんですけど、結構ねこの20回30回、そんなにみたいにね、もし、感じてる人がいたら、僕的には部分練習ってもう少し回数やってもいいんじゃないぐらいな感じで、結構まあ考えてます、でもう本当にしっかりできる人っていうのは、少ない回数で大丈夫だったりもするんですけど、大抵やっぱりこう5、6回引いたっていう状態でもうバッチリって言える人ってまあいないんじゃないかなと思うんですよね、でそのぐらいこうまあ難しい、まあ演奏きれいに演奏するっていうのがそもそも難しいですけど、だからまあ一つの部分に対して20回30回もしくはもっとそれ以上の回数を、しっかりとやる。でただ回数を繰り返すんじゃなくてね、一個一個チェックしながら こういってこういって、ちょっとスピード上げてみたり、またゆっくりこう切って、右手チェックしてとか、まあこんな感じです。まあ僕は普段こう部分練習をやるってなるともうこんな感じの練習、もうこの いくつかの音符の並びだけをしっかり右の動き左の動きをチェックしながらやってる、でこれでやっていくともう数十回ってもうあっという間に繰り返しちゃうんですけど、やっぱりそこまでならずにこう数回繰り返して、もしくはちょっとこの部分練習をしてたはずなのにもうちょい先まで弾き続けちゃうとかね、結構その部分練習っていうのをなんとなく部分練習みたいな感じで、やっちゃってる人、まあもし思い当たる人がいたら、もっともっとこの部分練習っていうのを、どういう意味でその練習に取り組んでるのかっていうのをね、ちょっと意識してやってみるとまたいろいろと、自分の練習っていうのがね改善できるんじゃないかなと思うわけですよ。まあ部分練習って結構みんなやってるとは思うんです、やってると思うんだけど、その部分練習っていうのがどのぐらい細かく、しっかり回数も重ねてちょっとずつチェックしながら何度も繰り返すっていう、いい部分練習になっているかどうか、ちょっとねその辺をぜひ考えて弾いてみてください、結構ねそのぐらいやってるといい部分練習ができると思います。通し練習をたくさんやるよりも、もう今日は時間なくてこの部分しか弾けなかったってなっても部分練習をもう最優先でやった方がうまくはなります、でこれはまあ練習なんでね、もうただちょっと弾きたいんですっていうんだったら通し練習っていうのはやってもいいとは思うんですけど、練習だから通し練習じゃなくて通すって感じか、練習っていうふうに考えたらもう通しっていうのはね、通し練習、もう通し練習っていう言葉が悪いかもね、という感じです。部分練習、自分の部分練習どういうどれぐらい効果のある部分練習やってるかなってね、ちょっと見直してみてください。